モンテッソーリーファーストセットは、これからモンテッソーリー教育を導入しようとされる園で、まず最初にご準備いただきたいもの、これをセットにいたしました。モンテッソーリーの教材類、教具とか用具という呼び方をしますが、何百種類もあります。それらを最初からすべて準備して伝えていくのはとても難しいです。ですから、まず子どもたちに身につけてもらいたいもの、これらを抽出してセットにいたしました。モンテッソーリー教育では発達を優先課題といたします。発達とは、さまざまなことができるようになること、分かるようになることです。子どもたちは生まれたばかりの時はほとんど何もできません。しかし、首が座り、腕を伸ばすようになり、物をつかむようになり、掴んだものを落としたり、はめたり、積んだり、通したり、さまざまなことができるようになります。これが発達です。子どもたちは発達を遂げたい、できるようになりたい、分かるようになりたいと思っている、そのように考えましょう。モンテッソーリは、自然が子どもには宿題を課しているという言い方をしています。そして、その宿題が発達です。しかも、その発達は私たち大人が教えてできるようにさせるのではなく、子ども自身が自分から関わって繰り返すことによってできるようになる、分かるようになっていきます。子どもには自己教育力と呼ばれる、自分でできるようになる力、分かるようになる力が最初から内在していると思ってください。発達、できるようになること、分かるようになることは、さまざまなことを対象にして達成されていきます。それらの発達の中で、特に乳幼児期に大切な動きとか運動という言い方をしますが、この動き、運動を獲得していくものを選びました。貼る、切る、縫う、これらは幼児期の基礎学力とも呼ばれます。そして、身辺自立であったりとか、基本的生活習慣に欠かせない衣服の着脱、これを可能にしていく着衣枠と呼ばれるもの、この4つ、貼る、切る、縫う、着衣枠をモンテッソーリーファーストセットとして準備いたしました。子どもたちは自分のやりたいもの、その時の発達の課題です。これが身の回りにあれば、自分から必ず関わっていきます。私たち大人の役割は、それぞれの子どもの今の発達の課題、今何ができるようにならなければいけないのか、何が分かるようにならなければいけないのか、そしてそれがいとも簡単に吸収できる発達の旬の時期、この時期のことをモンテッソーリー教育では敏感期と呼んでいます。敏感期はさまざまなものを対象にして現れます。先ほどお話しした運動の敏感期、その他にも感覚の敏感期、数の敏感期、言語、言葉の敏感期であったり、言葉と数以外のさまざまな発達の対象、これらを総称してモンテッソーリー教育では文化と呼びますが、その文化の敏感期、さまざまな敏感期があります。その敏感期の中でも、特に強く子どもからの要求として出てくる運動の敏感期、この運動の敏感期に対応したものがモンテッソーリーファーストセットです。自分から関わってできるようになる、分かるようになることによって、子どもは、僕は、私はこんなことができるんだという自信を積み重ねてまいります。そして、この自信を積み重ねていくことによって、一生涯を通して自分が主体になって生きる、誰に指図をされて
指示をされて生きるんではなくて、自分でかけがえのない一生を生き抜いていく力、その土台がモンテッソーリの活動を通して幼児期に積み重なれていく、このように考えてまいりましょう。ファーストセットで準備されているものは、すべて動きの獲得が目的です。モンテッソーリの教材の中で動きの獲得を目的としたものは用具という呼び方をします。しかしこれらの用具が子どもの周りにあるだけではなかなか子どもはできるようになりません。一つ一つを丁寧に子どもにやり方をやってみせる、言葉で説明するのではなくやってみせること、これをモンテッソーリ教育では提示という呼び方をします。子どもが分かる速さで一つ一つ動きを分けてゆっくりやってみせる、このことを分析行動と言います。これが子どもができるようになるためには非常に大切な要素になります。これから一つ一つのセットの用具をどのように提示をしていくのかご紹介いたしましょう。